どうも、キジュータズダイキです。今回ですけども、こちらユニクロのオンラインストアで購入したアイテムをサクッとご紹介していきたいなと思います。取る。おお、はい。ということで、今回購入したのがね、まず先に言っておきますと、ユニクロ JW アンダーソンコラボの商品となっております。で、まずユニクロといえばこちら、靴下購入しました。今回もですね、ユニクロ JW の今回ブラック3点、3つで1000円だったんですけど、ブラック3つ購入しました。あと送料の関係でもう1個ね、このちょっと薄めのブルーの靴下も購入しました。はい。で、もう1点がですね、僕が一番気になってたアイテムです。こちら、おお、こちらです。ユニクロ JW アンダーソンコラボのバッグになってます。実際に今回オンラインで購入してどうなんだろう、ちょっと不安の部分もあったんですけど、いや、想像はるか超えてますね。今回中綿入りのバッグになってるので、少しこう立体感のあるバッグに仕上がってます。リバーシブルのバッグとなってます。その前にですね、ちょっと黒の面の、こちらの面のね、ちょっと詳細を見ていくと、こちらはですね、こう肩にショルダーにかけれるようなバッグになってます。こういった感じで背負えるようなバッグになってますね。このね、デザインもね、SS のね、最近だとコレクションでも使われてたようなデザインになるかなと思ってます。で、ポケットがね、表面に2つあります。なんでリバーシブルになると、この2つがね、内側に、黒で内側にポケットが2つという形になります。で、あとですね、まあここにパッチが、 JW アンダーソンのロゴのパッチが入っております。で、ちょっとね、気になったのがここのね、ジップですよ。ジップ、でかいジップがここに、デカジップ、ちょっとデザイン性の効いたチップが使われています。そして内側がこういった形で、今回黒とイエローなので黄色くなっているようなバッグになってます。リバーシブル、反対側にしてみましょう。で、裏返すとですね、こういった感じでイエローのド派手のトートバッグに変身します。これもちょっとやっぱね、小物のアクセントとして使えるんじゃないかなと思って、今回ね、この色を選んだんですけど、やっぱね、YouTuber なんで、なかなかね、カメラを入れるバッグになる、なかなかこうお金がかけれないので、まあ、このぐらいの値段帯でバッグで遊びがね、こうアクセントになるようなものっていうので、すごくいいアイテムなのかなと思ってます。で、こちらもね、見ていくとポケットがあるので、どっちの面になっても内側にポケットが来るような感じになってます。多分おそらく僕はこっちの面で使う、いや、でもね、シムダルほぼすごくデザインいいんで、両方で多分使っていくようなバッグになるんじゃないかなと思っております。はい、ということで、今回僕が購入したのはね、全部でこの5点となっております。まあ、アパレルの方もね、すごく気になるアイテムいっぱいあったんですけど、中でも一番気になったアイテムがバッグだったので、今回バッグをとりあえず買ってみました。またなんか買ったら、こちらの動画の方で報告したいなと思います。ということで、本日は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。